はい、はい、日曜動画のお時間がやってきました。で、前半のジャッキャラね、特に今週ね、使いたいなっていうキャラがね、直感的に浮かばなかったから、まあここまで来たし、全部龍騎で揃えようかってことで、王者さん、王者さん。でもこいつはキャラクターと呼んでいいのかっていう性能だけどね、N弱しかねえぞ、練習もいらねえぐらい N 弱しかねえぞ。これは強いよ、これは強い、知らんとは思えないぐらい N 弱の性能はいいよ。でもこれしかないってのはおかしいよ、これしかないからこその C なんだよな。ジェノサイドを当てられるように作っとけやって。もう、ね、アドベントが弱すぎんだわマジで。ああいってよ、この嘆きを俺はねずっと隣で聞いてきた。ストライクベントもソードベントも弱えしよ。っていうかせめてねスイングベントも使えるようにしとけよっていう。違いね、あーたんね、スイングベント使えたらまだよかった、まだ無知で拒否っていう動きの可能性があった。そうね、なあ、なんならライアのスイングベントより強かったりする可能性もある。これはライアがかわいい。でもな、ライア言うて B に上がってるしな、あいつ。よいしょ、はい、うわー N2 です。あーやばい、頼む頼む頼む、よし、くそ、死ねえよなって言ってなかった。ジョーカー硬すぎるわ。他のキャラだったら死んでる。あ、でも貴重だよ、初めて対戦で出したよ。吸い込まれちまったよ。基本的にあれ当てるためにはね3ゲージ以上必要だから。生地でやる場合も4ゲージ食っちゃうから、確かに、あまりに重すぎんだよね、しかも弱いし、うん、でソードベントもね、朝倉再現度が高いせいでね、振りが遅いからね、弱いしね。ほい、あー N 強がいって、ほいほいほい、まあ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 、今の圧はね俺化けたよ。ぶっちゃけて言うけどね、まだコントローラー問題はね解決してないから。確かにそうなんだよね、うん、今日はねあの中華コンがちょっときついからね、久しぶりに公式のクラコンを使ってるよ。やりにくいよ相変わらずクラコン、まあ、格ゲーやるのに向いてなさすぎる、Wii のクラコン。硬いしグリップ悪いし持ちにくいんだよな、マジで。でもね丈夫なことだけは素晴らしいと思う、全然壊れない。確かにずっと使ってるけどマジで壊れない、クラコン。あぶねえ、あぶねえけど、やーべえ、何か刺さったら終わる。あぶねえ、死んだ。いや死にゃ死ねえんじゃねえか。あのまま俺も調子できたってかね、多分同時に押したんだけどね俺も調子。そしたらなんかアドベントつってたね。アドベントつってたね。あまりに俺も連打してくれたね。いやいや違うよ、化けたわけじゃないよ。あ、行ったか。ちゃんと逃げし引かれてる。触れただけだけど、ね、やっぱり許されないから。ああ、もうこっからはいいね。そんなことしないよ、俺。現実に勝つよ。あー、行って。俺が朝倉でガチで勝つなら、もうね、この N 弱一本で行くんだよ。ああ、地味？おもんない？知らねえよ。これしかねえんだからしょうがねえだろ。いやー、いて、いて、いて、どうしよう、ほらほらほら、あ、はい、あ終わりました。これが一番強いコンボだから。あの体力じゃね、ちょっとオーバーキルだけど、王者のマジで一番強いコンボは N弱から超出キャン、ありとあらゆるコンボの集大成がこれ。こいつはね、なんかおしゃれなことしようとすると損ばっかりするからダメだよ。悲しい、俺も足りないよ。情報修正求む。行くぞ。私は勝たなくちゃいけないんだ。ラウンド1。ファイト。やばいわ。やばいわ。
ウンド2ファイト。危なかった。